立比駅は東京都立川市泉町にある多摩都市モノレール線の駅。駅番号は TT14。1998年11月27日開業。駅名は当初は地名から泉駅として計画、建設されていたが立比グループの敷地が駅付近一帯にあることから決定された。駅に直結するララポート立川立比など、 駅周辺の開発に合わせて、駅舎の大規模改修工事が行われ、2015年10月15日に、南口の供用が開始された。同時に、エスカレーターや階段の増設も行われ、従来の改札口は、北口となった。駅係員の業務は、慶応グループの慶応設備サービスに委託している。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅である。 2019年度の1日平均乗車人員は6248人である。2015年度には前年度比で2.9倍以上となった。開業以来の1日平均乗車人員推移は下表の通り、ララポート立川立飛駅周辺は通り抜けできない立飛グループ私有地に広く囲まれている。駅下の都道を立川バスの路線が通っているが、以前は バス停留所がなく通過していた。ララポート立川立比の開業に伴い、利便性向上を図るため2016年6月16日始発より、立比駅停留所が新設された。なお、駅からモノレールの高架線沿いに徒歩数分の場所にある、立比東門停留所には、高速バス、レッツが、校舎専用扱いで停車する。ありがとうございます。